皆さん、こんにちは。衝撃のニュースが飛び込んできました。大谷翔平選手の通訳として有名な水原一平氏が、大谷選手の巨額の資金を着服し賭博に使った容疑でロサンゼルスドジャースから解雇されたというのです。現地時間の3月20日、この衝撃の一報を伝えたのはロサンゼルスタイムズ紙でした。水原氏は違法なブックメーカーにかけるために大谷選手の資金を横領する大規模な窃盗に手を染めた容疑が浮上し、球団が即座に解雇に踏み切ったとのことです。被害額はなんと450万ドル、日本円にして約6億8000万円にも上るそうです。告発したのは大谷選手の代理人グループだということです。水原氏は19日に ESPN のインタビューに応じ、翔平は賭博に全く関与していない、これが違法だとは知らなかったと釈明するようなコメントをしていました。さらに水原氏は、明らかに彼、大谷はそのことに満足しておらず、二度とこのようなことをしないように私を助けると言ったとも証言。私は苦労して教訓を学んだ、スポーツ賭博は二度とやりたくないと語ったそうです。この証言からは、水原氏が大谷選手の善意に甘えて違法行為に手を染めてしまったことがうかがえます。大谷選手としても信頼していた通訳にこのような不始末をされ、かなりショックを受けているのではないでしょうか。しかし、その後に代理人グループがこのコメント内容を全面的に否定し、一気に事態が動いたようです。大谷選手を公私にわたってサポートし、非常に信頼されていた水原氏、この突然の解雇劇は大谷選手にとっても衝撃的な出来事だったことでしょう。そもそも水原氏は2013年から大谷選手の通訳を務め、2018年のメジャー移籍に際しても同行するなど、長年にわたって大谷選手の良き理解者でありパートナーでした。昨年の10年総額3億3000万ドルという大型契約締結の際も、交渉の要として大きな役割を果たしたと言われています。そんな信頼していた通訳が自分の巨額の資金を着服し賭博に使っていたとなれば、大谷選手のショックは計り知れません。メジャー挑戦以来、常に二刀流で注目を集め、昨シーズンは投打の2冠を達成するなど輝かしい成績を残してきた大谷選手、今シーズンも世界中から熱い注目を浴びているだけに、このタイミングでのまさかの事件は本人にとって大きな試練となりそうです。ここで水原通訳の家族についても触れておきましょう。水原氏は2018年に一般人女性と結婚したことを公表しています。その女性というのが、水原氏の奥さんである野間絵里香さんなのです。野間さんはもともと北海道日本ハムファイターズのチアリーダー、ファイターズガールとして活躍していました。野間さんは2008年から2012年までファイターズガールを務め、その間の人気投票では1位に選ばれるほどの人気メンバーだったそうです。160cmという身長はそれほど高くはありませんが、整ったお顔立ちの美人であることは間違いありません。過去の写真を見ると本当に目の保養になるほどの美しさです。そんな野間さんと水原氏が出会ったきっかけについては、様々な憶測が飛び交っています。一部では日本ハム時代のチームメイトだったルイス・メンドーサ選手の紹介だったとも言われていました。しかし、よく調べてみるとこの情報は誤りの可能性が高いようです。おそらく水原氏が日本ハムの通訳を務めていた時期に、同じ球団で働く野間さんと自然に知り合い、意気投合して交際に発展したのではないでしょうか。ただ馴れ初めの詳細については明かされていないので、憶測の域を出ないというのが正直なところです。いずれにしても2018年に入籍した2人の間に現在子供がいるのかについても情報がありません。以前は子連れで歩く姿を目撃されたという話もありましたが、結婚前の出来事であり、信憑性には疑問符がつきます。水原氏は大谷選手の専属通訳として常に同行しているため、家族との時間もなかなか取れないのが現状でしょう。奥さんの野間さんは現在30代半ばと見られています。そろそろ子供が欲しい時期なのかもしれません。しかし水原氏の仕事柄、落ち着いて家庭を築くのは難しいかもしれませんね。子供に関する話題は今のところは憶測の域を出ません。
一方の水原氏は北海道出身の39歳。もともとはロサンゼルスに移住し、現地の高校と大学を卒業した帰国子女です。日本ハムの通訳を経て大谷選手の専属通訳となり、メジャーでの活躍を陰で支え続けてきました。英語だけでなく韓国語も堪能で、通訳としての手腕は高く評価されてきました。プライベートでも大谷選手の運転手を務めるなど、単なる通訳の域を超えて生活面でもサポートしてきたのです。それだけ大谷選手との間に築かれた信頼は厚いものがあったはずです。まさかそんな水原氏が資金を着服し賭博に手を染めていたとは誰も予想だにしなかったことでしょう。ここでそもそもブックメーカーとは何なのか簡単に説明しておきましょう。ブックメーカーとはスポーツの試合結果などを予想してかけるオンラインの賭博サイトのことです。サッカーや野球、テニス、ゴルフなど様々なスポーツの試合にかけることができます。かけ方は実に多様で、試合の勝敗だけでなく得点数や選手の成績など細かな内容にもかけられるのが特徴です。最近は日本人の利用者も増えていると言われていますが、実はブックメーカーの利用には違法性が疑われるなど様々な問題点が指摘されているのです。まずブックメーカーは日本の法律では違法とされている可能性が高いこと。賭博罪は賭博の提供者と参加者の両方が国内にいる場合に成立します。そのため海外のブックメーカーを利用する分には問題ないと言われていますが、実際にはグレーゾーンであり法的なリスクは否定できません。次にブックメーカーは過去にも問題になっているということ。1969年から1971年にかけては黒い霧事件として、野球賭博が大きな社会問題になりました。これは西鉄ライオンズ、阪神タイガース、そして太陽ホエールズの選手が八百長や賭博に関わっていたことが発覚した事件です。一連の事件の発端となったのが1969年の西鉄の選手による八百長事件でした。プロ野球では珍しい西鉄の優勝争いが裏では賭博の対象になっていたのです。主力選手が故意に凡打を打ったりわざと三振したりしていたことが判明。これをきっかけに野球賭博の輪が広がっていったのです。最終的には西鉄から2名、阪神から1名が永久追放、西鉄からは14名、阪神からは6名、太陽からは3名が無期限の出場停止処分を受けることになりました。当時はプロ野球は終わったとまで言われるほどの大事件でした。またさらに1970年には太陽の選手2名が野球賭博への関与を認め無期限の失格処分を受けています。八百長の存在は認めなかったものの、プロ野球に対する信頼はズタズタに引き裂かれました。黒い霧事件という呼び名は当時のプロ野球界に漂っていた暗い空気を表しているのです。この事件は賭博がスポーツの脅威となりうることを如実に示した出来事でした。特に八百長はスポーツの根幹を揺るがしかねない重大な問題です。選手たちが金銭の誘惑に負け八百長行為に手を染めてしまったのは実に嘆かわしいことでした。当時プロ野球に熱狂していた多くのファンはこの事件に大きなショックを受けたことでしょう。それこそ二度とプロ野球を観戦しないと決めたファンもいたかもしれません。それほどまでにこの事件がプロ野球に与えた打撃は大きかったのです。この事件をきっかけに野球協約が改正され、野球賭博や八百長への罰則が大幅に強化されました。それでもその後も野球賭博は根絶やしにはなりませんでした。2015年には巨人の選手が野球賭博に関与したことが発覚し処分を受けるなど、問題は完全には解決していないのです。八百長や違法賭博はスポーツの価値を根底から覆してしまう行為です。フェアプレーの精神に反するだけでなく、ファンの心をも裏切る許されざる行為だと言えるでしょう。この黒い霧事件は半世紀以上経った今でも私たちに多くの教訓を残しているように思えてなりません。今回の水原氏の件は違法なブックメーカーの利用が原因だったのかは不明ですが、一般的にはブックメーカーの利用はトラブルに巻き込まれるリスクが高いと言えます。安全に楽しむためには違法性がなく
運営に必要なライセンスを取得している。信頼できるサイトを利用することが何より重要だと言えるでしょう。しかし、そもそもプロスポーツに関わる者が賭博行為に手を染めること自体が問題なのです。アスリートやスタッフは常に襟を正し、クリーンなスポーツ活動を心がけるべきです。その意味で水原氏の行為は到底許されるものではありません。大谷選手をはじめ球団関係者の信頼を裏切る重大な背信行為だったと言えます。ここまで水原氏に焦点を当てて解説してきましたが、最後に改めて被害者である大谷選手の心情にも思いを馳せたいと思います。大谷選手にとって水原氏は単なる通訳ではありませんでした。公私にわたって支え合ってきたかけがえのないパートナーだったはずです。信頼していた相棒に裏切られ、巨額の資金を不正に使われた。言葉を失うほどの衝撃だったことでしょう。しかし大谷選手はこの難局を乗り越え、今シーズンも全力でプレーしてくれるものと信じています。ファンの期待に応え、さらなる活躍を見せてくれることを願ってやみません。水原氏には重い責任が待っていますが、大谷選手には水原氏抜きでも前を向いて進んでほしい。世界中のファンが変わらぬ声援を送り続けていることを忘れないでください。この事件を乗り越えた先に、より大きな栄光が待っているはずです。最後に、水原氏の妻であるノマさんにも一言申し上げたい。夫の不始末で、大変な思いをされていることでしょう。心中お察しいたします。しかし、あなたがノマさんを支え続ける限り、必ず道は開けると信じています。ご夫婦で力を合わせて、この困難を乗り越えていってください。そしていつかまた平穏な日々が戻ってくることを心から願っています。大谷選手と水原氏2人の間に築かれた絆は決して簡単に断ち切れるものではないはずです。いつの日かこの事件を乗り越えた先でまた2人が笑顔で再会できる日が来ることを願ってやみません。それがこの事件に心を痛めた多くのファンの願いでもあるはずです。プロ野球史に残る不祥事となった今回の事件、これを教訓としてスポーツ界全体がより高い倫理観を持ってインテグリティを守っていく必要があります。二度とこのような悲しい出来事が繰り返されることのないよう、野球に関わる全ての人たちが襟を正していかなければなりません。過去の八百長事件の教訓を生かし、クリーンでフェアなプロ野球を取り戻すことが何より大切だと思います。その先頭に立つのは他でもない選手とチームなのです。彼らが模範となってスポーツの価値を守り抜いていってほしい。それこそがファンに応える道だと信じています。そして最後になりましたが、大谷選手には心からのエールを送りたいと思います。あなたは今大きな試練に直面しています。信頼していた相棒を失い、チームの危機に直面する中で並大抵の心労ではないことでしょう。しかし必ずこの困難を乗り越えられる。世界中の野球ファンがあなたを応援しています。大谷選手と水原氏、そして球団関係者の今後の動向から目が離せません。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。